はい、はい、こちらが RE71RS。 初めて履きます。こんな感じです。パターンはでね、製造がね2021年の25周、まあ6月ぐらいかね、2021年の6月、今8月、もう9月なんで、まあ、最近作ったタイヤということで、結構ねグリップもいいんじゃないでしょうか。でこちらですね、今回も265358 69,630円、まあ、ネットで買ったんで36,000いくら、37,000だったかな。で結構ね安くなってたん で去年とかね、まだ未だに4万とかしてたんで、去年の今頃とかそれに比べるとだいぶ値段落ちたと思います。で、あと気になる幅、052とどれぐらい差があるのかちょっと見たいと思います。はい、でなんかね噂によるとタイヤがキャンバーがついているみたいなね、なんかそういうコンセプトらしいんですけど、まあ置いた感じは傾いてないですけど、まあ、ここがね内側がね、インサイドがね結構ねラウンドになっていて、こう削れてるんですよね。内ベリーここ一番減るとこなんで、個人的には膨らんでて欲しかったなっていうのは、まあサーキットでしか使わないからそんなに内側減らないとは思うんだけど、まあこんな感じです。で今以前から使っていたっていうか、昨シーズン使っていた052ですねとちょっと並べてみました。うん、ちょっと縦にしないと太さ分かんないね。一応縦に並べてみたんですけど、動画だと分かんないね。なんかね、ま若干 71RS の方が太いのかなって気はします。噂によるとやっぱ71RS の方がみんな太いっていうのを聞くので、まあ噂通りなのかなと。はい、で一応今ね寝っ転がして比べてます。で052の方はホイールをつけているので、ホイールのリムが多分先に当たってるとは思うんですけど、それでもなんか 71RS の方がちょっと高いかなって気するんで、やっぱ71の方が太いのかなっていう気はします。で今ちょっと測ってみたんですけど、 71RS はね 29cm ぐらい、052の方は 28.5 ぐらいだね。まあちょっと5ミリぐらい違うかなっていう感じです。はい、で個人的にちょっと気づいたのが、BS さんの 71RS の方はリムガードがついているんですよね。で横浜052の方はリムガードがないんですよ。なのでここの膨らみがない分、ここで一番高いところで測ったので、まあ29cmぐらいはあったんですけど、まあこことかでね測ると
まあそこで測っても高さ違うね。まあリムガードがあって、ここがショルダーがね結構膨らんでるっていうのがあって、まあそれぞれの違いが出てるんじゃないかなと思います。で、今シーズンの方はこちらのね 71RS の方でまあサーキットアタックを楽しむつもりなんですけど、まあ両者のメリットデメリットというか、052の方はまあこちらサーキット終わってからね、昨シーズンのタイヤカスピックアップをお掃除したりとか全くしてません。アタックしてもこれぐらい綺麗なんですよ、あのタイヤのね表面が。でこちらは71RS まだ使ってませんが、BS さんはかなりピックアップがねつきやすいということで、ちょっとねそのタイヤのグリップの使い方だけではなくて、やっぱりこうクーリングラップを取るときに、なのでちょっとね、ちょっと頭の方も使いながらクーリングラップをねなるべくまあピックアップ拾わないように、まあもちろんアタックしてる人たちのねまあレコードラインをね邪魔しちゃいけないんですけど、もちろんそれはまあいないときはなるべくねタイヤカスピックアップを拾わないようなところを走ったりとか、まあそういう感じでね、まあ多分普通のタイヤ皆さんそうやって走ってると思うんですけど、05にはそんなそこまで気にしなくてもよかったんで、まあちょっとねそういう感じで。で両者の大きな違いってタイヤの剛性にあると思うんですよ。こっちは多分かなり剛性が高くて、内圧もまあ車重のある VAB なんかでも音感は2キロぐらい、2キロ切ってもいいんじゃないかなと思ってます。まだ走ってないんでわかんないですけど、まあ、2キロか2キロないぐらいで、こっちは柔らかいんで、まあ僕は 2.2 とか 2.34 とか張ります。まあ柔らかい方がそのまあ懐の深いと言いますか、まあちょっと変な嫌な言い方すると下手でもタイムが出るというか、まあこっちの 71RS の方がまあ走行に対して基本中の基本、まあ、ブレーキング荷重そこから打角を入れていくっていうね、あのなんて言うんだろう、基本中の基本の運転ができないとあんまり斜めにグリップ使っちゃったりすると多分なんかグリップしないらしいんで、でこっちはねあの結構無理しちゃってもなんか対応できちゃうというかそんな感じらしいので、まあちょっとそれも踏まえてサーキットで走ってみたいです。どんな感じかちょっと楽しみです。今ねシーズン用のタイヤホイールを履いているところだけど、もう結構つら打ちだねこれ。だいぶ内側入るね。内側も結構入ってる。今ねこんな感じで結構リムが出てるんですけど、リムガードが 71RS はあるんで、ここがねどこまで外に出て膨らんでくるかっていうのが気になります。そしてこの積載能力めちゃくちゃ詰めるわ。そういえば 71RS をね履かせてみたんですけど、やっぱりこのリムよりリムガードがだいぶあるんで結構出てます。完全にでも面打ちだね。
今タイヤの方をちょっとね外してみて、まあちょっと作業からで外したんですけど、ちょっと見てみたらこちらねリムガードが 71RS っていうのはあるんで、こっちが出てるのはわかるんですけど、リムよりね出てますね、リムガードがわかるんですけど、内側はリムガードがあんまりないんですよ。ということはタイヤよりホイールのこのリムの方がフランジの方が出てるというか、まあ同じぐらいで、こっちのサイドウォールショルダーの方はちょっとこう引っ張り気味のタイヤみたいになってます、内側は。だからなんだろうね、内側はそんなにきつくならないけどサイズ感外側に出るよっていう、外側にオフセットするよみたいなイメージなのかな。という感じの新しい発見です。